外国人観光客に人気のスポット水筒福岡をご存知でしょうか。水筒福岡では外国人客をもてなすためのインバウンドセミナーも開かれています。福岡市中央区今泉に一風変わったインバウンド向けのスポットがあるんです。こちら水筒福岡です。多くの外国人観光客が訪れるスポット水筒福岡、観光案内はもとより様々な和文化体験も実施。また外国人のみならず日本人の利用者も多く、こちらならではのセミナーなどが開催されているそうです。こちらでそのセミナーっていうのをされてるっていうふうにお伺いしたんですけど、うん、その内容はどういうことをされてますか。インバウンドのおもてなしセミナーというのを、開催しているんですけれども、外国人のお客様の対応の仕方がよくわからないと言われる方が非常に多いと思いますし、そういう状態がなくなるといいな、少しでも減るといいなと思って開催しています。そしてセミナーだけではなく和文化体験にも参加可能。タイミングが合えば海外の方と一緒に体験しながら国際交流もできるということです。小松リポーターもドイツの方と博多人形の絵付け体験に参加。うまくコミュニケーションを取れたのでしょうか。 Do you like food? はい何が好きですか、食べ物。餃子。餃子とラーメン。とラーメン。日本語で話したらすんだか。和文化体験やセミナーを開催することで、外国人観光客と地域の人との関わりをより深いものにしたいといいます。地域を挙げて外国人のおもてなしをしていきたいなということで、私たちが今まで培ってきたノウハウをですね、少しでも共有していければなと思ってやってます。ここをきっかけに外国人観光客と地域の人たちがより仲良くなれそうですね。